かっていうと、まあ、前進ね、こう、20年前と30年前ぐらいですかね、2回の前進の麻酔が、どれだけ、ね、緩ましてるかって言っても、ここクニャクニャなんですよ。自分で分かりますかね、はい、クニャクニャだし、股関節もこれクニャクニャもうこちらもらうぐらいグニャグニャすぎちゃって、で骨盤の仙腸関節って言うんですけどね、この辺の関節もこうやってグニャグニャ、はい、グニャグニャです。で背骨も全部これ実は本当はグニャグニャなんですよ、はい、この腰痛がねこうグニャグニャで、まあ、首は今すごい緊張してるね、この形取ってるんでグニャグニャ見えないんだけど、実は、ね、奥の方ですごいグニャグニャしちゃってるところです。でちょっと股関節ね、すいません持ち上げさせてもらっていいですかね。で持ち上げるとどんどんいっちゃいます、はい、わかりますかね、ぐにゃーっていっちゃう、はい、これがもう靭帯がねこう緩んじゃってる、これもほらぐにゃーってどこへでも動いていっちゃうみたいな。でこれをね、今からねこう締めた時にどれぐらい変わるかっていうのをね今ちょっと取らさせてもらったんで、はい、で今、一応調整をねかけてみました。靭帯が、締まるように脳に働きかけたん でそうすると分かるかな、うん、ほら硬くなってる、分かりますかね、ちょっと分かりますよ、はい、ちょっと大きい声でお願いします。分かります、だいぶ分かりますよね、だいぶ分かります、はい、でほら股関節もほらほらガチって、もうこれね変な話、わざとじゃないですよ、これさっきほら動かないですよ、ね、で骨盤もほらこんなに動かなくて、全体をこう振ってもそんなに大きな振りじゃないですよ、さっきはもうグニャグニャで、でいいですか、でこれ分かります、はい、分かりますかね、かります、はい、もうここでしっかりこれでストレッチがかかるわけですよ、さっきみたいにもう自由に動かさせてくれないです、はい、ね、こういう感じね、はい、これで今、ね、足首も膝も、股関節も骨盤も、背骨もこう4本、ね、大きな長い靭帯があるんだけど、それ全部緩んでたんで、それがしっかりしました。で首も、ほらなんとなく柔らかさが出てきたって感じで分かりますかね、首の靭帯で、まあ、あの頭蓋骨もねこうやって縫合に多分靭帯的なものがあるんで、それも今ちょっと締めておいたんでね、はい、なんとなく感じましたかね、そうですね、はい、感想ちょっとここで感想一つ、もうちょっとお尻の方もびっくりするですよね、はいはい、ちょっとこのグニャグニャが変わりましたよね、もうなんか結構カチってなってるのがすごい、はい、じゃあまた後からちょっとあの少しこれでもうちょっと調整して、はい、後から、まあ、後ろ側からまたちょっと感想だけねいただきます、はい、立ってもらっていいですか、で感想をください、足の裏が、うん、なんだろう、しっかりついてますわかりますよね、なんか足の下の方がちゃんと重いっていうか、はい、うん、だから足首の、ね、今靭帯が締まったわけですよ、で、まあ、膝も締まって、うん、股関節もだからそうすると大地を踏んだ足の裏から脳までずっとこうつながる、つながった感じってなんとなくわかります、なんとなくですか、なんかこう、はい、なんだろうな、今までにない しっかりしたこうなんていうのかな、今までふわふわしたけどそう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 ね、なんかこうしっとりと足の裏がすごいなんかしっかりついてる感じ、そうそう、うん、で体で重力をちゃんと受けてるってことです、さっきまでは全身の関節が、うん、靭帯が緩んじゃってたんで、うん、大地を踏めないんですよ、くにゃ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 いつもして、でそれを、うん、カバーしようとして筋肉を緊張させてた、はい、はい、だからすごいバランスの悪い感じでいつも立ったり座ったり寝てたり、だからすごい疲れちゃうんですよ、はいはいはい、なんかすごいこの辺からね、はい、スーッとなんか、そうそう、下まで、ね、だから頭の上からちゃんと重力を受けてるってことです、はい、足の裏まで、はい、この状態だったらそんなに分かりますか、筋肉がいらないわけですよ、なんとなく分かります、その言ってる意味って、はい、立ってればいいっていう、そうそう、もう立ってればいいんですよ、重力で支えてくれるんで、たださっきの状態だともう何十年間もずっと立つだけでもものすごい筋肉が緊張して立ってなきゃいけなかったって、はい、だからこれから体が多分どんどん変わってきますよ、本当に、はい、でもそうでしょ、今までとなんか、はい、なんだろうな、本当こう重いんです足の下がそうそう、でも体は軽いでしょ、うん、しっかりついてる感じ、首とかはどうですかね、
うん、首とかも軽いんだけど、ええ、そうそう、なんかこう筋がピリッと来たので、 そうそう、ね、それがすごく大事な、これがだからね、2回の全身麻酔で、はい、靭帯ね、全部の、僕調べると全部の関節の靭帯が締まって、あの緩んでたし、はい、内臓もね、こう支えている靭帯が緩んでたん で、はい、で今それが 40% ぐらいね締まった状態です、ね、そうすると感覚がね、もうすごい変わっちゃうってことです。はい、はい、ありがとうございます。はい、皆さんね、今、はい、今言った言葉、そうですね、今まで本当に軸がなかったんだけど立ってる、はいはい、でもあの本当に軸ができて立ってる感じ、うん、だから基準が分からなかった、うん、でどこに合わせていいのか分からない状態だったのが、なんか本当に立つのも大変、はい、ずっと立ってる姿勢が大変だったけど、ね、でもなんかこう、ね、くっついてちゃんとしてる、もう今ねこう足がくっついちゃってる、うん、意外と立てるかなって、はい、そうそうそう、立つのが大丈夫なのかなって感じ、うん、そうそう、うん、でこうきっちり立ってるし、どこにだから合わせていいかっていうのはこれで分かって、ここからまた例えばね骨盤がちょっとずれてれば、うん、その基準に対して直すだとか、首をね直すだとか、でもさっきの状態だと、うん、どこに基準がいいか分かんないのにボキボキやったり、ね、筋肉を調整したり、もっと言うと例えば 歯のねこの噛み合わせを合わせたりだとかしても結局無駄になっちゃうんです。無駄どころかちょっともっとこの基準がなくなっていっちゃうんで、だからまずやることは、こうやって靭帯が緩んでる人はまず靭帯をしっかり締めてあげなきゃいけない。そうするともうこういう状態に、まあ、わずか1分か2分ですよね、さっきね、安定してますよ、はい、安定してますね、安定してますね、はい、本当に、はい、それが大事と、あともう一つ、これをさっきのやつどこでしたっけ、ここでした、はい、ここに貼るともっと綺麗に、あんまり引っ張られないですけどね、そうそう、もうきっちりだから来てるわけですよ。はいはい、でもさっき言ったみたいに癖がこっちにあるんで、はい、これ貼っとくとちょっとこっちにこっちに持ってってくれるんで。あ、そうなんだ。はい。え、これ貼ったままじゃん。それあの後から肌に貼ってもらえばいいです。はい。はい、で、2、3日貼っていてもらうと非常にいいと思います。はい。ね。